しましょう。大山千弘選手です。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ,ありがとうございます。もう, <laughs> もういろんなおめでとうが皆さんから聞こえてきてますけれども、はい、<laughs> あ大山選手そうです。もういっぱいおめでとうがありますよね。<あ>まずはファン投票1位。<laughs> あ、おめでとうございます、はい。ありがとうございます。<laughs> そして。 お誕生日も2月5日23歳のお誕生を迎えられたということでありがとううございいますやもうあの大山選手といえばですねイベントやこういったトークショー引っ張りだこなんですけれども今、どうですか緊張されてますか緊張う そんなにしてないですね。<laughs> <laughs> はい。なんかあの聞いたところによりますと昨日も隅の絵でトークショーがあったんです。えっと昨日はあの BS11 っていう隅の絵の番組の収録をやってました。はい。はい、今後トークショーだったりイベントだったりのイベントあ,あの予定は？そうですね。えっと浜名湖の築成の最終日が浜名トークショーがあります。もう一回。はい。 今年まだ始まって1か月も過ぎてちょっとですけれども、はい、もう結構イベントやトーークショー <laughs> そうですね、たくさん行かせてもらいましたね、1月も。はい、お休みってあるんですか <laughs> って、聞きたくなるぐらい、ねえっと、次、まあ、間が1週間空いてるので、はい、ま4日ぐらいイベントがありますかね。<laughs> ぐらいですかね、はい、いやもうそんなお忙しい中 <laughs>、はい、今日は小島に来てくださってありがとうございます、はいえー、ありがとうございますさあ大山選手なんですけども先ほどファンの皆さんからもありましたがレディースオールスターも3年連続で出場ということですおめでとうございますあ,ありがとうございますもう、はい、ま<た> <laughs> ありがとうございます最優秀新人賞も受賞されましてもうまさに飛ぶ鳥を落とす勢い <laughs> もう <laughs> 本当にもう目まぐるしい成長 ずっと続けていらっしゃる大山選手なんですけれども、まあのー、小島優勝経験もある小島でございますけれども、どうですか、はい、小島の率直な印象は。そうですね、看板がこう激しくて、若松に似ているような感じがするので、あの好きですね、はい、ファンの皆さんはどうですか あそうです、ね、いつもお客さんすごくたくさんいて勝利者インタビューとかもたくさんいて小島のお客さん熱いなっていいつもも思いますすそううですよね出てこられた瞬間からおめでとうって、はい、すごい、それもままたパワーになりますよね前回のレディーズオールスターなんですけれどもいろいろありましたけれども、はい、あの時から。 今振り返ってみて最も成長したなと思える部分、はい、テクニック面それから精神面一<ー>つずつ良ければ教えていただけますかそうですねテクニックはあんまり成長してる気がしないですね、うん、控えめですねそうですねっていうのが一番今課題ですかねはい。精神面ではいかがでしょうメンタル面ではそうですね昔からあんまりえっと 考えすぎる方じゃないのでこう緊張しすぎたりとかあんまりしないのでそうですねそれが良かったり悪かったりですけどうんなんで、うん、そうですね <laughs> 大山選手といえばもう皆さんもご存知の通りお母様もボートレーサー選手も引退されましたけどお母様から普段こうアドバイスをいただいたりとかっていうのはあるんでしょうかほとんどないですね<あ>はい。そうなんですか、うん、でも大山選手から見たらも お母さんうそうですね、もう本当にその通りで,んで、ねはい、あんまり言わないようにしてくれてます、母も。なるほどそこが、でも逆にそれがすごくよかったりするんですよね、ねはい、きっと。はい、そして、まあ、お母様の引退という話もありましたけれども、その追加発戦で走った小島オールレディース、もうご存知ですよね、皆さん、見事優勝されました。<laughs> 重ねておめでとうございます、はい、ありがとうございますはい。きっと <laughs>、ね、プレッシャーもとっても大きかったと思いますたくさんの思いを背負って走ったレースだったと思うんですがやっぱり喜びも一勝でしたかそうですね初めて1号艇で逃げた優勝戦だっえっと1号艇で優勝したのも初めてだったので <laughs> そうですね一番記念にもなりましたしま、はい、ハハに一番そうですね 喜んでもらえるかなと思って走ったので、よかったです。お母様からは、何かこうコメントありましたでしょうか。そうですね。あんまりこう、プレッシャーになるようなことを普段言わないようにしてくれてるので。はい 本当におめでとうくらいでしたけど、はい、いやでも、そのおめでとうにはお母さんのもいろんな、ねす,ねはい、すごく嬉しいという気持ちがこも,もってますお母様にとっても大山選手にとっても本当に記念の特別な日になったことと思います、はい、もレースの時っていうと本当にすごく集中をして飛び出すわけですけれども、はい、その時気になるのがメンタル面のコントロールってどんなふうにしてるんだろうって思うんですけど。はい、えーはい、そうですね うん緊張しないと絶対勝てないんですけど、うん、緊張するのってやっぱりすごくしんどくて疲れるので、はい、直前まではものすごく高めていくんですけど、はい、最後はもう負けても死なないと思って、はい、<あの> <laughs> 落ち着いていきますギギリギリまではすごく緊張してやっぱ怖いと思う時もあるんですけど、はい、最後はもう死なないと思って。そうううでですよねもうでもも本当にもう 強い選手たちばかりの中でっていうのは集中力もすごくいりますしねアスリートと聞くと結構最近勝負飯が話題になったりですとかルーティーンがあるよっていう風な話も聞いたりすると思うんですが大山選手はありますか勝負飯だったり勝負飯そうですねレース終わりは絶対焼肉を食べますかね<あ>はい。焼肉お肉が好きなんですか、はい、めちゃくちゃ好きで大体選手は レースの最終日は焼肉が多いですね。あ、そうなんですか。はい、えじこう同じ同期のレーサーの方だったり、先輩後輩で行ったり。そうですね。大体焼肉まあが居酒屋かですけど、お肉をみんなすごく食べたがりますね。大山選手は結構食べる方ですか。そうですね。結構食べます。はい。もうこんなに細いスリムなのに、<laughs> お肉いっぱい食べられるんですね。<laughs> そうですねレース場がやっぱりこうがっつりお肉とか食べれないので、うん、小島はめちゃくちゃお魚が美味しいんですけど、まあ、満足なんですけどやっぱお肉食べたくなりますね <laughs> その分レースで消費しますしね <laughs> そうですねはい先ほどあの23歳のお誕生日を迎えましたよっていう話もあったんですけれども、はい、お誕生日はえっとレース中でしたね、はい、そういえばそうですね墨野江の最終日でした、はい、優勝戦走られていらっしゃいました、ね、けれども、はい レース意識するものですか。やっぱりお誕生日のレースっていうのは。そうですね。もう自分の誕生日なので正直そこまであのこう記念にしてやろうとかはあまりないですね。<笑><笑>なんかこう特別な人とか同期とかなんか、はい、まあいろいろあったんですけど、まあ自分なんでそこまでですね <laughs> ないですね。じゃあもういつものように落ち着いて。そうですね。はい、なんかこう予選がちょっと良かったので、はい、バースデーブイとか。 ちょっと言われたんですけど、あんまり意識しないようにしました。はい、その冷静さもこの強さの秘訣なのかもしれないですね。うん、大山選手の良、うん、かったり悪かったりですね。それも、はい、レースが終わった後、お祝いはしてもらいましたか？えっと。最終日の朝にあの福岡の先輩たちにケーキを用意してもらって、はい、あのナイターなんでゆっくりだったので、はい、朝お祝いしてもらいました。 嬉しいですよね,すねちょっとほっとした瞬間にそうやって誕生日、そうですね、や、ね、りたいサプライズでしてもらえるんですけど、はい、レーサーどうしても、そうですね、プレゼントもらったり、まあ、勝浦さんも一緒のレースだったんで、はい、あのプレゼントもらいましたのレースの時は、もう本当に戦いだと思うんですけれども、はい、レースから逆に離れた場所、オフの日とか休みの日っていうのは、何をされてるんですか、はい あそうですね、うーんまあ、買い物に行くのがすごく好きなんで、買い物に行ったり、マッサージに行ったり、大体いいリフレッシュする時間に使いますねやっぱそこは女子,だし女子ですね、そうですね <laughs> そうですかね、でその時はすごくかっこいい大山選手ですけれども、はい、ちょっと離れてみて、やっぱり女の子なんだなって、女子なんだなって感じますけど、ね、<laughs> 今日はあは皆さんもきっと楽しみにされてると思うんですが、私服でお越しいただいてます。 ボートレーサーも女子選手もおしゃれな方ばかりですよね,、はい、すね今日のちなみに今日の,このポイントはどこででしょうか <laughs> そうかそすねすごいあったかそうだったんでちょっと分厚いコートを今年の冬また上手ですね、はい、いや、そうですかね、なんかレストランのリングで着てるやつみたいって <laughs> 母に言われました <laughs> <laughs> もう大山選手だからこそきっと着こなせるファッションなのかなと思いますけれども。<laughs> 他に今、マイブームとかありますかマイブーム、はい、そうですね、ブームというか、もう旅行にすごく行きたくて、なんか全然行きたい場所は、うん、ちなみにそうですね、今年は絶対ハワイに行きたいんですけど、海外行けるかなって感じです <laughs> ハワイの海はとっても綺麗と聞きますけれども、ね、海を見たらやっぱりこう、<あ>ちょっとボートに行って、<laughs> ね、なっ,ちゃったりしないんですか、えっと、荒れてたりすると だいたいみんなも今日走ってなくてよかったって、だいたいみんな言いますね。<laughs> なるほど、はい、職業柄、やっぱそれは思いますね。<laughs> はい。じゃあもう穏やかな海であることを、ねはい、やっぱりいいですね、<laughs> そっちの方が、はい。で,ね、で、今日が二月十七日なんですけれども、はい、少し振り返ってみますと、二月十四日。バレンタインデー、はい、このバレンタインデーもレースだった。んですね <laughs> そうですね、は筑西の最終日でしたね。はい。バレンタインデーはちなみにチョコレート。 あげたたんですかどうなったかどなにえっと仕事中だったんで去年はあのキットカットかなんか配ったんですけど<お>今年は忘れてて、はい、何ももしてないですもらったりは <laughs> あ、えっと、最終日に出待ちの女の子に、はい、あの手作りのチョコレートもらってめっちゃびっくりしました、<お>嬉しかったですそれは嬉しかったですね、はいはい、やっぱり男性ファンも多いですけれどもす、ね、同性からの支持というのも本当に力に力なりますもん、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。はい あの最近では女性のファンもとっても増えてきていますしボートレースも女性からこうど,んど,んどんどん人気を集めているんですけれども、はい、女性ならではの,このボートレースの楽しみ方っていうのは何かありますかあそうですねやっぱり今節みたいに女子と男子が一緒に走って女子が勝つスポーツなんてあんまりないのでそれが一番やっぱり魅力かなと思います。 いかがですか、今日も女性の方、何かお越しいただいてますけれども、はいうん、やっぱり女子がこう頑張ってる姿見ると、なんか応援したくなりますもんね、うんうんってすうなずいていただいてますけど、もうそのね先駆けとして、本当に大山選手の活躍というのは、きっとこれから先、女性ファンがどんどん増えていくきっかけとないますので、ぜひもうたくさんの活躍を期待しています。はいはい さあここでですね大山選手、まあ強さの秘密とか皆さんに今、ね聞いていていろいろ分かってきたかと思うんですけれども大山選手自身が思う自分の性格3つの言葉で表すとしたらし3つの言葉うそうですねマイペース、マイ適ちょっと適当が多いですね。<当>そしてであとはうーん 心配症ですかねちょっとあ心配症逆みたいですけどマイペースとかとでも心配症ですねマイペース適当心配症実は同期の勝浦真帆選手あの仲良しなんですよねめちゃくちゃ仲いいです勝浦選手だからこそ知る姿もあるかなということで事前に大山選手を3つの言葉で表現してくださいとお願いをしていますどんな言葉が飛び出すのかまず1つ目適当 これ<ー>一緒でしたねやっぱり近いからこそよく知ってる、はい、どんなところが適当だなって思うんですかああまあいっかってなることがすごく多いですねさすがにレースはならないですけど基本的に時間も結構ギリギリに、まあ、勝浦さんもそうですけど<あ> <laughs> はい似てるんですね、はい、ですけど時間とかもそうですし、まあ、適当なこと多いですねはい。もう一つが強い これはもう皆さん納得ですよねそして3つ目がちょっと気になるんですけれども面白い 面白いというのはこうお茶目な感じで、え多分書くことなかったんじゃないですか。多分。いやたくさんある中の三つに絞っていただいて面白いという言葉が出てますからね。多分。あれかもしれないですね。仲のいい勝浦選手の前だとこう一緒にこう楽しくなるというか、そうです二人でいるんで、勝浦選手にとってもすごくあの楽しい時間が過ごせるということですかね。お山選手いらっしゃるとありがとうございます。 では最後に、えー、この後ですね3月5日からレディースオールスター始まりますファンの皆さんの期待も背負ってのレースになると思います意気込みをお願いしますはいまず初日ドリーム一号艇にも選んでいただいたのでこれはいつもの一号艇じゃないというかもう選んでいただいての一号艇なのでもう絶対に逃げたいと思います一、えー、節間しっかり頑張ります応援よろしくお願いします もう多くの皆さんが応援しております頑張ってくださいはいありがとうございます以上をもちましてトークショーを終了させていただきます、はい、皆さん、はい、ありがとうございました大山選手ありがとうございました,あり,ましたありがとうございます